プレシジョンベースはエレクトリックベースの一種。1951年にフェンダー社から発売されて以来現在まで広く普及している。日本での一般的な略称はプレベ。英語圏では P ベースなどとも。1950年にレオフェンダーによってプロトタイプが作られ、1951年11月から発売された。 当初のモデルは実質的にテレキャスターのベース版であり、コンター加工されていないアッシュ製、ボディ、メープルワンピースネック、テレキャスターと同様のヘッドデザイン、一つのコマに2本ずつ弦を乗せるブリッジサドルにシングルコイルピックアップを一つ搭載というシンプルなスペックであった。それまでのコントラバスに比べ、コンパクトで扱いやすく、アンプによって大音量も出せるため、好評を博した。 また、ネックにフレットが打たれたことで、容易に正確な音程を出すことができるのも大きな特徴であった。このことは、プレシジョンという名前の由来にもなっている。いくつかの細かな仕様変更はあったものの、基本的に上記のスペックで1957年初期まで生産されたものをオリジナルプレシジョンベースと呼び、それ以降のモデルとは区別されている。 1957年中期以降のプレシジョンベースはデザインと開発助手にフレディ・タバレスとフォレスト・ホワイトが迎え入れられ当時としては革命的だったスプリットコイルピックアップストラトキャスターに近いヘッドデザインオクターブ調整と原稿調節がしやすくなった4コマのブリッジサドルなどよりリファインされたモデルとなった以降基本的なスペックは安定し 同社のジャズベースとともに、エレクトリックベースのスタンダードとして、現在でも多くのプレイヤーに使用され続けている。様々なプレシジョンベース元々は、フレットによって正確な音程が出せることからこう、名付けられたが、現在では、ボディの形状やピックアップ構成などが同じであれば、フレットレスであってもこう呼ばれることが多い。競技には、フェンダー車製のものだけを指すが、 講義には同型のベース全般を指し、プレシジョンベースという名称は一般名詞化している。また、初期モデルのオリジナルプレシジョンベースとその復刻版が一般化したプレシジョンベースと区別するためなどからテレキャスターに似た外見によってテレキャスターベースと呼ばれることがあるが、実際にテレキャスターベースというモデルもこの オリジナルプレシジョンベースの形状を復活させる形で1968から1979年にかけて発売されていたため、初期プレシジョンベースやそれ以降の復刻版をテレキャスターベースと呼ぶのは厳密には間違いであるとも言える。ありがとうございます。